ああ、仕事つらいな。もう会社辞めたいよ。いや、俺実はさ、フリーランスで独立することにしたわ。ああ、最近フリーランスってよく聞くけどさ、何なの？フリーランスってのはさ、会社に所属せずに仕事に応じて自由に契約する人のことだよ。へえ。俺は会社に縛られず、自由に生きていきたいんだ。え、めっちゃいいじゃん。よし、俺もフリーランスになるわ。12時か。まあ決まった時間に起きなくていいし、家で仕事できて通勤もないから楽でいいな。よし、仕事せるかな。あー、案件片付けなきゃいけないのに書類がいっぱい届いてるよ。あー、そういえば税金とか自分で納めないといけないんだった。住民税や所得税に加えて国民年金や健康保険料も払わないといけないからな、めんどくさいな。しかも確定申告のための経理も自分でやんなきゃいけないよ。会社にいた時はこういうのは他の人がやってくれたから楽だったけど、全部自分でやるってのは大変だな。働く時間が増えるな。ブラック君、今回のプロジェクトは前回のプラス10万、50万円でよろしく頼むよ。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。もしもし、ブラックさん、次のプロジェクトもぜひお願いしたいんだけど。あー、今引き合いが多いから次回は難しいかもしれないんですよね。あー、それなら次回から 1.2 倍の額出すからさ、なんとか頼むよ。わかりました、なんとかします。よろしくお願いします。へえ、順調に収入も増えてきていい感じだぞ。はあ、パソコンの機材とかも早く揃えたいし、クレジットカードが早く届かないかな。ん？あ、クレジットカードの審査の結果が来た。あ、それでどうなった？は？審査落ちなんだよ。え、もう一枚は？は？これも審査落ちじゃん。ふざけんなよ。ブラック君、次回もプロジェクトお願いしたいんだけど。あー、今回はお断りさせていただいてもいいですか？今 AI の開発案件に注力してて、極力今までの仕事は抑えてるんですよね。そっかー、わかったよ。また手が空いて教えてね。仕事やりたいからさ。社長、いつもありがとうございます。また次回よろしくお願いします。よし、自分が好きな技術だけに関われるから自由でいいな。フリーランス最高。はぁ、あ、給料は毎月支払われるわけじゃないからストレスが半端ないな。それに会社員の頃は上司が仕事を教えてくれたり、研修でスキルアップをすることができたけど、今は一人だから仕事に追われてなかなか勉強できないや。ん？あ、取引先から電話だ。はい、もしもし。もしもし。あ、お世話になってます。あ、次回の案件のお話ですかね。何とぞ。この間君に頼んでおいたシステム開発の件だけど、はい、バグが多いんだけどどういうこと？え、あ、すいません。しかもレスも遅いから、うちの社員が君と仕事がやりづらいって。え、そんな、いや、ですので、契約は今月までです。え、ちょっと。次回以降はもう契約しないので。え、待って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 。え？そんなー。